さあ今回もおなじみ長崎市中里町にありますフリーウェイにやってきました。今日も僕の愛する試乗車に乗りたくてここに来たわけですが、今日もいい天気でね、青空が広がってます。ちょっとちょっとちょっと、ドライブといえば一人よりも二人が楽しい、二人の方が美味しい。あ、ということで今日もやってまいりました。初代助手席のボンドガール菊野幸香です。どうもよろしくお願いします。二回目回ってきました。もうなんかイメージが007でボンドガールで全然ボンドガールじゃなかった、あの一回目思い出した。今日小春さん真っ赤ですね。今日はね、テーマがワイルドなんですよ。もうワイルド、うん。僕なりのワイルドを見せてみました。そうなんだ。この下タンクトップ着てます。ワイルドだろう。脱ぐ気ですね。ということでワイルドな車っていうのがですね、こちらです。これな。あら、これな。なんか随分可愛くなりましたね。めちゃくちゃコンパクトやろ。これ小回りめっちゃ効く。ちょっとスモールライトいただいていいですか。あ、いいよいいよ。本当はこちらです。お、ジムニーシエラー。かっこいい。ジムニーシエラは今超人気なの知ってる？そうでしょ。もうね、納期に1年以上かかるって言うんですよ。それがね、このフリーウェイでは登録済みの未使用車が待たずに即乗れるんですよ。待たずに乗れる。もう一回言います。即乗れます。即乗れる。即行きましょうか。はい。おお、中もなんかジムニーの要素ある。譲り合い、ありがとうございます。ジムニーシエラ乗ってるとね、はい、やっぱり対向車がなんかこっち見てるような気がする。だってね、やっぱりね、うん、目引きますよね、うん、運転しやすそう、うん、で、うん、あのサイズ感もちょうどいいから、はい、長崎の街とかもいいと思うんですよね。確かに小回りも効きますしね。そうそう、四駆だからね、うん、いろんな坂道とか。でそれ考えるとやっぱ例えば車線の幅だったりとか、あとまあバスがね通ったりとかっていうのもさっきもありましたけど、なんかこう気にしなくていいっていうかね、うん、あんまり、うん、今回やっぱりね、うん、ジムニーシエラ乗ってるんで、でワイルドがテーマって言ったじゃないですか、はい、長崎でワイルドな奴らがいるっていう場所は、テンテレンテッテッテレッテッテンテレンテッテッテレッテルルルモレロニーエラホラハ。あれ、これフル尺で歌ってたんだけどな。そうなんだ、ちょっと早めにカットでした。ワイルドなドライブ、まずは長崎市の野間町の恐竜博物館です。おお、大きい。僕よりもちょっと大きいぐらいのねサイズですけども。ちょっと恐竜博物館には長崎市で発掘された恐竜の化石をはじめ、全身骨格などおよそ180点の標本が展示されています。子供から大人まで十分楽しめますよ。今日も子供たちいっぱいで、うん、やっぱ家族で来るのいいね。そうですね、自由研究になるね。そう、あちこちでスケッチしてたりね、うん、なんかメモ取ったりしてるお子さんとかもいて、写真とか、ね、夏休みの宿題に。さっきから僕らが喋ってたら、うんうん、そうだそうだと、そう、子供たちいっぱい来てるぞと、なんで他の子供たちは来ないんだって怒ってますから。みんな夏休みおいでよって言ってるんですね、うん、みんな行こう。いや面白かったね、恐竜博物館はね。迫力ありましたね。でもね、これね、恐竜博物館あるあるなんですけど、恐竜見てたらね、お腹がすく。これあるある。なんでなんで。いや、恐竜博物館の中は骨ばっかりやから、やっぱこう肉食べたくなるでしょ。あー、なるほどね、肉食系になるってことですね。そこで、なんと恐竜の肉が食べられる、その名も恐竜サンド。なんと恐竜の肉が。恐竜サンドです。恐竜の肉があるわけないですよ。恐竜サンドください。はい、ソースが甘口と中辛と辛口とございます。おお、じゃあせーの、中辛。一緒かい。あっちゃった。中辛。じゃあスター、あ、チーズもあるんですか。じゃあ僕はチーズ。私スタンダードでいきます。はい、はい、いただきましょう。お腹すいた。いい、気持ちがいいところ、見てください、もうガッポシーズかかってます。
設けてますね。そうすると恐竜の肉見えないなっていうことで、はい、恐竜の肉こちらです。こちらでございます。はい、たっぷり入ってますよ。はい、お肉、恐竜サンド。おっきいね、これね。いただきます。めちゃくちゃ食べ応えがあるんですけど。恐竜の肉ってこんな味なんだ。僕はね、テンション下がったことがあって。何ですか？そんな白々しく恐竜の味はこんな味なんだってあなた言ってますけど、さっき店員さんに聞いてたよね。はい、あの一ついいですか、はい、本当に恐竜のお肉なんでしょうか？一応スキンになるやつ。聞く？僕はここで種明かししようと思ったのに、先に聞いて答え知ってますよね、もうね。恐竜サンドを食べてお腹も満たしたところで、最後のワイルドを求めて向かったのは樺島です。またね、ジムニーが赤い樺島大橋に映えるんですよね。あー、本当だ、かっこいい。うん、えい、到着。いや、っていうか樺島大橋最高やったね。樺島大橋が最高やったね。樺島大橋が最高やったね。3回言ったよ。最高やった。この色と一緒でした。保護色になってた。最後に向かったワイルドな場所は大うなぎ井戸。いたね。太か。樺島の大うなぎは国の天然記念物にも指定されています。現在は2匹の大うなぎに会えますよ。そういうことで、ジムニーシエラのワイルドなドライブ旅、最終的にはこういう絵で終わることになりましたが、正解なんでしょうか？これがワイルドというのでしょうか？まあある意味ね、ワイルドだと思います。え、最後これ何ですか？これあそこに置いてあったから、とりあえずはめるでしょう。置いてあったらはめるよね。うん、皆さんはめてくださいね。はい、はい、まあ、そんなわけで今回のドライブだったんですけれども、まあ、フリーウェイさんからね、ジムニーシエラをお借りして運転したんですけれども、あの今ドライブしてる時も言ってたんですけど、はい、こう走行性能もすごく良くて、まあ、サイズもねちょうどいいので、長崎でももう小回り効きますもんね。ね、長崎の道幅は狭いですけど、うん、これならうまく運転できそうですね。そうなんですよ。あとね、好みに合わせてアクセサリーを装備するとか、あの納車した後もカスタマイズで楽しめるっていうのがジムニーですからね、はい、自分好みの1台にすることができるっていう、ここも人気の理由の一つかもしれません。さあ、フリーウェイでは登録済みの未使用車即乗りできます。はい、もちろん今回のジムニーシエラも即乗できますよ。一度店舗の方にお出かけください。はい。